人生を変えたアイテムで、ちょっと調べたらね、まあすごく興味を持ってた。めちゃくちゃ安いですよね。はい、こんにちは、大人男子ラボの宮永エイトです。今回はですね、4月に買って良かったものをですね、4位から1位まで発表していきたいと思います。はい、4月になって新生活になりました。まあいろいろ物欲湧いてる方は多いんじゃないですかね。その中で僕買ったもの、まあ美容からファッションからあんなものからこんなものまでいろいろ買ったんですけども、その中で4つ厳選して1位から4位までやっていきたいと思います。4位から発表していきましょう。4位はアパレル系ですね。服系でございます。こちらアウター T シャツっていうやつですね。これ皆さん、これファミリーマートで先月かな、新しく展開されているコンビニエンスウェアっていうのがありまして、まあ、コンビニでね気軽に買える洋服だったりとか服飾系のものっていうんですかね、バッと展開されました。まあ、コンビニエンスウェアっていうのは、まあ、素材のいいものを低価格でさらにコンビニでっていうことですね。先月から始まったっていう感じです。でレパートリーはこんな感じで、まあラインソックスだったりとか、これアウター T シャツですけどインナー T シャツだったりとか、あと今治タオルとかね、なんかこう緊急で欲しいなって思うようなものが、まあちょこちょこ、売っているって感じでね、すごい、まあファミマで買えるっていうのはいいなっていうところなんですけども、まあ実際品質とかどうなのっていうところでね、まだ買われてないっていう方とかも、まだ見たことないっていう方もいらっしゃると思います。で今回買ったのはですね、アウター T シャツっていうことで、まあ1枚でかっこよく着れますよ、スタイリッシュに着れますよっていう、インナーではなくてジャケットの下ではなくて、もうこれ1枚が主役になるアウター T シャツ、ネーミングもいいと思うんですけど、まあこんな T シャツを買ってみました。サイズ違いでね、黒いものを S と M 買ってきたんですけども、1000円なんですよ。めちゃくちゃ安いですよね。まあまあこれ緊急用なのかなと思って、まあ話題になっていたんで買ってみたんですけど、あの正直ね、これ普段使いにめっちゃ使えるアイテムだったので、これ皆さんにシェアしたいなというふうに思います。これね、デザイナーが落合さんっていう方で、ファセッタズムっていうブランドのデザイナーさんをやってた方です。まあ僕ら世代だとね、ファセッタズム知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ印象的だったのこのね、マフラーみたいな、ちょっとお布団みたいなマフラーがかなり流行って、まあ街中でもちらほらいましたよね。で伊勢丹とかでもね取り扱ったので、ファセッタズム知ってる方多いと思うんですけども、それのデザイナーさんが今回のコンビニエンスウェアデザインされてるってことでね、ファミマさんとね、その落合さんがどのようにして繋がってたのかっていうのも気になるところではあるんですけども、デザイン面でもかなり信頼できるのかなというふうに思っております。実際着てみるとね、サイズ感としてはザ・ベーシックって感じで、着丈はちょっと長めかな、で袖丈とかは普通ぐらいな感じですね。で肩がめっちゃ落ちるとかそういうデザインではなくて、まああくまでもベーシックな、誰が着てもおかしくないようなものっていう感じで展開されてました。これね、デザインももちろんいいんですけど、素材がねオーガニックコット 100% で、旭化成のペアクールって素材で、防菌防止もついてるし、まあ機能的なところもね、ここ貼っておきますけど、すごい素晴らしいなっていうところで、まあここまでね機能のついてるものを1000円で買えるっていうのは、やっぱファミマでね全国展開するっていうね、そのパワーがないとなかなかできないことなので、これはねちょっと今後着たいと思います。でまあ SM どっちも買ったんですけども、ちょっとオーバーサイズ着たい方は自分のサイズ感よりはワンサイズ、ツーサイズ、大きく着ちゃってもいいんじゃないかなというふうに思います。僕 S サイズ普段着ていて、 S サイズだと本当にぴったりって感じだったので、特にオーバーサイズっていう感じではないので、気をつけてください。はい、続いて第3位を発表させていただきます。第3位はですね、こちらででん、松田のマヨネーズ甘口っていうですね、新しい角度の買ってよかったものが入ってきましたね。こういったもの僕今まで興味がなかったんです、正直。食材とかそういうものはあんま興味なかったんですけども、まあちょっと食べ物とかをちょっと最近気を使い始めるようになりました。30歳になったのでね、そろそろまあ健康志向みたいなのが芽生える年なんですけども、まあこれをね考えてる時間がすごく楽しくなってきたっていうのでね、まあ大人になってきたなって感じなんですけど、まあ保存料とか添加物とかそういったものをちょっとなるべくやめようかなと思っていて、まあね僕美容師やってるんで、20歳ぐらいからずっとねコンビニのおにぎりとかそういったものを食べてきたんですよ。まあそういうのもね、まあ積もって積もって蓄積されてってるんじゃないかなと思いつつ、今30代になってもそういうものを食べ続けるのも良くないなということで、ちょっと調べたらね、まあすごく興味を持ってたっていう話なんですよね。まずね、今まで僕お家から家帰る時にコンビニがあったりとか、まあ、スーパーとかあったりとかして、そういうところでスーパーで売ってる弁当とかをねちょろっと買って、家で食べるみたいな生活してたんですけど、そのね、コンビニをですね今美容セボンに変えました。家の近くに美容セボンができたので、そのねオーガニック系のスーパーなんですけども、そこで何かを買うっていう生活をしています。
ています。まあそこでね、有機納豆を買ったりとか平飼いの卵を買ったりとか、まあいろいろしてるんですけども、その中ですごく良かったのがこの松田のマヨネーズっていう話です。でまあ僕も素人なんでよくわかんないんですけど、とりあえずこのマヨネーズは平飼いって言ってね、自然に育った鶏さんの卵を使ってると。だからまあストレスフリーで育った鶏さんの卵を使っているということで、まあもちろん味も美味しいし品質もいいと。さらにこれ無添加です。でマヨネーズってあんまね健康に良くないなっていうイメージあると思うんですけども、これならねこういいんじゃないかなっていうレビューも良かったので、買ってみて食べたらね、本当にね味がまず超美味しい。美味しすぎて僕野菜を食べる時にドレッシングやめたんですよ。今まではドレッシングをドッバドバにかけて、もうたんまりかけてほぼドレッシングの味しかないぐらいの状態でサラダ食べてたんですけど、これをちょびっとつけるぐらいでいいんじゃないかっていうね、こう考え方の変化にもなったんですけども、これで十分ね野菜を楽しめるっていうのが変化がありましたね。あとはやっぱり従来のこう100円ぐらいのマヨネーズよりはもう本当に脂っこさが全然ないので、胃がもったりしないというか、ね、そういったところもね、まあ、これからどん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 実感してくるんだろうなと思うんですけども、そういったところも素晴らしいなというふうに思います。ただ、まあ、これ500円ぐらいするんですよ。まあ普通のねマヨネーズから比べると 2,3 倍ぐらいの値段するので、まあそこはね最初うって思ったんですけど、やっぱりね食べるものっていうのは、まあ、肌も作るし健康も作るってことで、まあこういったところから徐々に変えていきたいなということで、松田のマヨネーズぜひ皆さんにもね食べてもらいたいなというふうに思います。ちょっとうまいっす。はいはい、第2位ですね。第2位はずっとここに置いてあるカネボウの、クリームですね。新商品だと思います。皆さんスキンケアって化粧水と乳液ですかね。まあ化粧水乳液がまあベーシックだと思うんですけども、中にはクリーム使う人がいたりとか、まあオイル系使う人もいると思うんですけども、まあ僕はねオイルはまだ30代だし、もうちょっと乾燥とかが気になってからの方が、いいのかなというふうに思っていて、まあ僕基本的に化粧水乳液がベースだったんです。化粧水乳液美容液。ただちょっとねこの前メンズノンでカネボウさんの洗顔料のタイアップをね参加させてもらって、その時にギフトしてもらったんで、試しにクリームっていうのをちょっと挑戦してみようと思って使ってみたら、まあ今までのクリームのねイメージっていうのがかなり払拭されたので、これすごい良かったなというふうに思っています。でクリームってなんかこうすごいベタベタするイメージというか、まあ保湿してくれる分なんかこうのぺってしてしまう感じがしていて、ちょっとね、避けていたんですけども、これはねかなりテクスチャーが緩いというかしっかりしてるんですけど、塗った時はかなりタラッとしてるというか重たくないんですね。でこの重たくなさはまあ良くもあり悪くもあるのかなと思って、軽いからすぐ乾燥しちゃうんじゃないかなというふうに思ったんですけども、朝起きてみるとしっかりもちもちしてて保湿がしっかりされているので、まあさすがカネボウだなっていうところなんですけども、なんで今はこれはちょっとメインで、化粧水の後に美容液やってこのクリームっていうのでパックみたいなのがマスクみたいな感じにして、そのまま寝ているという感じです。まあこれすごくねクリームっていうところのねイメージすごく払拭できたので、僕のクリームデビューにはねすごいいい商品だったなというふうに思うのと、マットのこの感じが僕の作ってるレタッチのね世界観にもちょっと似てるなというふうに思っていて、まあ僕も洗面台レタッチが置いてあったりするんですけど、その横にねこう並んでるとすごくかっこいいので、容器的にもパッケージ的にもホテルライクでいいなというふうに思いました。はい、続いて第1位です。第1位は何だと思いますか？化粧品だと思いますか？ファッションだと思いますか？違います。それがですねガジェットでございます。第1位はですねスマートライトでございます。これはですね人生変えられましたね。完全に変えられました。これと出会って本当に良かったなというふうに思います。スマートライトってね電球自体を Wi-Fi と繋いでアレクサとか Siri に指示を出して勝手につけてくれたりとか勝手に消してくれたりとかするっていうねスマートライトなんですけども、僕が買ったのはですねプラススタイルっていうところのスマート電球スマートライトです。プラススタイルっていう会社がソフトバンクの子会社なんですよね。なんですけどこれめちゃくちゃめちゃ安かったんですよ。他のスマートライトよりだいぶ安かったのでここが決め手でした。で迷った商品としてはフィリップスのヒューっていういろんな YouTuber さんがレビューしてるものがあってかっこいいし魅力的だったんですけども、まあまあ高いんですよね。プラススタイルの2倍ぐらいするのかなと、まあここの値段を出すにはちょっと早いかなと思ったんで、プラススタイルとかいろいろ比較の動画もめちゃくちゃ探した時にかなり評価が高かったのでこちらにしてみました。でしてみたところかなり正解だったのでちょっと一回見てもらいたいなというふうに思います。で僕が買ったのは
調光、光のね光量を変えれるっていうのと、調色、寒色から暖色までっていうね、青とか赤とか緑とかそういう色はできないんですけども、まあ、寒色から暖色みたいな感じでちょっと間接照明的に切り替えができるよっていうのも、ついてる電気を買いました。でこれなんで買おうかなって思ったかというと、今まで僕お風呂出てから間接照明をつけて生活をしてたんですね。ただ間接照明って場所取るじゃないですか。まあまあいいスペース取るので、これを捨てていつも使ってる電球に埋め込めたらいいのになってずっと思ってたんですよ。でそんな時に、まあ、スマート電球で調光調色ができるっていうことで、普段使う電球にもできるし、夜はそういう風に暖色にしてリラックスモードにできるっていうことでですね、もう本当にスペースも取らないし素晴らしいアイテムなんじゃないかなという風に思ってこれを試してみました。ちょっと一回ね実際に操作してるところを見てもらいたいんですけども、ヘイシリ電気つけて。はい、実行します。素晴らしい。ヘイシリ暗くして。はい、実行します。はい、こんな感じで、暗くする間接照明的に使うときは僕はもう設定をしていて、光量をかなり少なくするのと、このうちの2つだけね低いように設定をしています。明るさだったりとか、この黄色加減とか青加減みたいなのも、自分でこのアプリの方でね調整してプリセットみたいな感じで作ることができます。で夜寝るときは、ヘイシリ電気消して。はい、実行します。こんな感じでね、めちゃくちゃいい子なんですよ。素晴らしいんですよ。まあいろいろ設定ができたりとか、めちゃくちゃ明るくできたりとか、めちゃくちゃ暗くできたりとか、いろんな設定ができてプリセットも保存できるんで、小スペースでも、こういったものができるし、夜の時間だったりとかね、シーンに合わせて、電球を操作できる、そして全部こいつでね操作ができるっていうので、もうこれは人生を変えたアイテムで、他にもねこういった IoT のものを取り入れたいなというふうに今更ながら2021年になってですけど思いましたっていうことで、まあ美容系とか発信してるんですけども、これちょっと人生を変えられたので1位にさせていただきました。はい、そんな感じで今月、4月ですね、買って良かったものをマヨネーズから T シャツからガジェットまで、いろいろ買わせていただいてですね、いろんないいものがありました。まあこれからねまた緊急事態宣言とかでおうち時間が増えると思うので、家の中でね充実するアイテムみたいのも、どんどんちょっと探していきたいし、豊かにしていきたいなというふうに思うんですけども、次回の動画でねおこもり美容みたいなテーマでもちょっとやってみたいと思うので、それ次回も楽しみにしていてください。そんな感じで僕のチャンネルでは大人男子の身だしなみをアップデートということで、メンズファッション、メンズヘアスタイル、メンズスキンケア、メンズメイク4軸で大人男子の身だしなみをアップデートするチャンネルを運営しております。アラサーの男子の方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。まとまった情報は本も書いておりますので、こちら読んでいただけると嬉しいです。僕が運営している、身だしなみのブランドレタッチもですね、リップクリームや BB クリーム、これからヘアアイテムだったりとかも開発してまいります。概要欄にリンク貼っておりますので覗いていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。